2020年東京パラリンピックの開幕までちょうど1000日となった今日、墨田区でパラスポーツへの理解を深めようと体験型のイベントが開かれました。東京スカイツリーのふもとではパラリンピック競技を体験できるコーナーがあり、多くの人でにぎわっています。イベントでは目隠しをして鈴の入ったボールを蹴るブラインドサッカーや、自分で投げた球を白い球にどれだけ近づけられるかを競うボッチャなど、パラリンピック正式競技の体験会が開かれました。事前にこういうスポーツがあるんだっていうのを分かってたら、応援も熱しやすくなると思うんで、残りの球数とかを考えながらやらなきゃいけないんで、頭をすごく使うなっていうふうに思いました。また競技を紹介する紙芝居も実演されるなど、訪れた人たちは千日前の節目の日にパラスポーツの魅力に触れていました。東京パラリンピックは2020年8月25日に開幕します。